県立美術館通停留場は、高知県高知市、高須本町にある都佐伝交通5面線の路面電車停留場。当停留場は1993年、高知県立美術館の開館に伴い新設された停留場である。ホームは2面あり、東西方向に伸びる2本の線路を挟んで、向かい合わせに配置される。線路の北側に、5面町方面行きのホーム、南に、 ハリマや橋方面行きのホームがある。ホームにはスロープを設置、ベンチは通行の妨げにならないように折りたたみ式とするなど、停留場の設備はバリアフリーに対応する。停留場にはパークライド用の駐車場が併設されている。停留場のある高須地区が高知市内中心部に向けて2本の国道が合流する渋滞の起点にあたることからよく利用されていて、 2006年1月からは規模が拡大された。高知自動車道高知 i c へ至る高知県道と国道が交差しているところに位置する。高知県立美術館は停留場の北、徒歩5分ほどの距離にある。張馬や橋方面乗り場に併設する形で、県立美術館2停留所がある。到底留所に乗り入れない路線は西寄りにある、西高須停留所、または、 南国バイパス上にある、西、高須通停留所を利用する。a b 都佐電鉄の電車と街を愛する会、都佐電鉄が走る街混雑 JTB パブリッシング、JTB キャンブックス、2006年、100.156から158ページ。ISBN4 から533064116。AB、路面電車は行く高知高知新聞社、1998年。 85ページ。ISBN4 から875032684。今尾圭介。日本鉄道旅行地図帳11中国四国。新庁舎。2009年。60ページ。ISBN978 から4から10から79万29から6。ご利用案内。高知県立美術館。2018年3月10日へ覧。上野広と土佐交通。 再出発、便利な市民の足に、高知で、設立式新デザインの車両披露。毎日新聞 AB 川島敬造、四国、九州ライン全線、全駅、全廃線第二関四国西部エリア、高段車、図節、日本の鉄道、2013年、37.91ページ。ISBN 978から4から06から295,161から6。 AB 高知県立美術館通電亭を訪ねて、交通バリアフリーニュース、四国運輸局交通環境部消費者行政課、P5 2015年7月2日時点のオリジナルより、アーカイブ、2017年5月29日閲覧、川島慶造、全国鉄道事情大研究四国編、創始者、2007年292ページ、 ISBN 978から4から794216151。服部重隆路面電車新時代 LRT への軌跡三回道。2006年。307ページ。ISBN 4から 381018168. 電車軌道路線図。土砂電交通。2017年5月28日閲覧。ありがとうございます。